細田之衆院議長による13日の記者会見は時間などの制約がある中で行われ記者からは打ち切るななどの怒号が飛び交った世界平和統一家庭連合旧統一教会との関係などようやく記者会見での説明に応じた細田氏だったが質問に正面から答えない場面も目立った衆院は当初、 会見時間を30分間とし、原則記者クラブ加盟者各1人の出席しか認めなかった映像や写真の撮影も冒頭発言のみで、衆院事務局は細田氏が決めた、歩み上に人数の制約があると説明した記者クラブ側は、十分な時間の確保と参加者枠の拡大、映像、写真の撮影を最後まで可能とすることを要望。 このうち映像写真については改善されたが野党からはジャニーズ事務所会見の NG リストよりもたちが悪い小池晃共産党書記局長などと批判の声が上がった会見時間は結局1時間弱に延びたが質問機会を求める記者は後を絶たずなぜ打ち切るのかまだ質問があるなどの声が出た会見では 旧統一教会との関わりやセクハラ疑惑について細田氏がどう説明するかが焦点だったしかし旧統一教会との関係を問われると安倍晋三元首相との思い出話を披露安倍さんが殺されることは全く統一教会問題と関係ないと論点をずらすこともあった セクハラ疑惑に関しても女性記者が上下関係があって名乗り出るのが難しいと正したのに対しセクハラがあった前提での質問だが僕はないという前提で申し上げていると反論男性に対するハラスメントだ男性だってみんな困るでしょと同調を求める一幕もあった以下はネチズンのコメントをまとめたものです 一部の音声しか聞いてませんけど細田さんの声がとても弱々しく聞こえましたこれで国会議員をやっていけるのか地域の方々の代表としての仕事ができるのか非常に疑問でしたどの仕事にも言えることだと思いますがある程度年齢を重ねたら若い人たちにバトンタッチする世代交代するというのは非常に大切なことだと思います これからの日本を考え支えていってくれるのは紛れもなく若い人たちの力若い人たちのフレッシュな力想像力バトンタッチして少し距離を置いたところから見守ってあげるというのも経験を重ねてきた大人たちの役割なのかなと見るに堪えない会見だったとても誠実な対応とは言えず議長を辞してなぜ議員としてやれるのか 教団との関係、セクハラ事案などいずれも全く答えになっていない内容だった島根1区の有権者の良識が問われる今の日本の政治地方問題もっと言うと日本の根本的な課題と問題を象徴している会見という印象を持ってしまいましたこういう人が代議士として政治を行うことに問題意識を持たないと島根県は終わり 日本の将来も惨憺たる結果が待ちそう政治に何かを起こさないとダメなのは自明なので若い人たちも含めて投票をしましょう政府も投票率を上げるためにネット投票の導入を進める必要があると思います不正投票の問題は生じるでしょうがマイナーカードよりもはるかに日本の将来には資することでしょうから。 このようなご高齢で答弁もおぼつかないような体調であれば次の選挙で落選いただければいいだけの話朝日新聞の記者の言い切った質問は見苦しかった政治家を国政に送るのはその選挙区の有権者の権利であり責任日本の有権者の皆さん今や国内外で問題は山積です真剣に投票に行きましょう 年齢ととと体調によって会見時間は30分が限界ということでしょうか統一教会との関係、セクハラ疑惑も説明責任を果たすものではありませんでした議長は務まらないものの次期選挙には出馬の意向を明らかにしていて、本人の弁では自分の代わりはいないとのことなのですが、国民はもっと不安なく政治を任せられる人を望んでいます。 メディアが起こるのも当然ですねメディアは権力者に対しては常に力を合わせて立ち向かい読者視聴者の信頼を維持していただきたいと思いますここでいう権力批判の対象とは能力不足も含めます筆頭は行政ですチェックして報じることができるのはメディアの皆さんだけしかありません議員を筆頭にしないのは議員をはるかに上回る権力を持ち 国民に義務を課し権利を制限する強い権限があるのが行政です。仮に権力を間違って使ったとしても厳しく批判すべきです。サボりたい放題、補助金という名目で特定企業に便宜を図るだけではなく、見返りとして天下りのし放題は許してはなりません。国民の投票行動のヒントになる情報提供は、どんどんし続けてほしいです。 取材拒否をするなら全社が力を合わせて批判することも躊躇しないでほしいです最近は特にそう思います細田議長の出身地島根県松江市数年前に訪れた時は中心地商店街はほとんどシャッターが降りていてここまでひどいのかとびっくりしたそれほど衰退しているのにそれでも長老を当選させ続けている しょうがないと諦めているのか、それとも昔の本人及び地方の公営を追い続けているのか。歴史のある町にはそれなりの良さがあるから、それを守り続けて衰退するのが方針ならそれはそれで良い。しかし国会議員は国の代表だから、地方の考えを国に持ち込まれても困る。県民は国をよくできる人か、を考えて国会議員を選んでほしい。 知事ももも、自民党県連もそれを支える講演会も勇気を出して県民国民のためになる人を選ぶべきだ細田氏は会見を開いたという事実が欲しかっただけで最初からまともに説明する気がない自分の立場を維持することに執着しており宗教団体による被害者に配慮する気持ちが感じられません このような人物が国会議員でしかも衆議院議長であったことに、自民党議員は何も感じないのでしょうか。首相会見もそうですが、会見を開く側の都合が優先されすぎていて、有権者に公正に伝える意思に欠けています。記者クラブの存在がその悪状況を許していることも問題です。途上国のような政治と、許容してきたマスコミにも呆れます。 年を取れば若い人と同じレベルで仕事をすることはできない。普通の会社なら定年5歳雇用されても給料は大きく下がる。議員報酬もそうあるべき。そもそも議員報酬が高すぎる。増税の前に議員報酬の見直しするべき。記者会見見てましたとても国を代表する国会議員の会見ではなかった。 質問と答えが噛み合わない上に何を言っているのか聞こえない箇所もこんな人間に税金が費やされていると思うと情けなくなるこれは本人の問題というより選挙区の有権者の問題島根選挙区の有権者は東京8区の有権者並みの民度を持ってれば